にちは。トレーニング施設ボディーコンディショニングリフレクサを運営している大野です。前回は、姿勢、重力を利用した姿勢とその応用のいろんな競技の構えというのを見てきました。今回はそこからの動作、いわゆる動きというのを見ていきたいと思います。姿勢というのは結局構えもそうですけど、止まっている状態なので、でも完全に止まっているわけではない、いわゆる静的動作っていう表現をしますけども、今度は本当に動く動的動作というのを見ていきたいと思います。まず姿勢を確認します。まず普通に立ちます。足の幅は腰幅ぐらいで、前回説明したように腕の重さを利用して肩甲骨が背骨によるようにします。そうすると胸椎後部が押し出されて骨盤が前傾した姿勢、横から見るとまっすぐここで軸が取れる状態を作ります、はい、でまずこの立ち動作から動いていくわけなんですけども、まず体に重量がかかっているので、ここから力で例えばよいしょよいしょと足を上げて蹴ってって動く必要はない。要はここでまだ重量がかかっているので、例えばこの足、今例えば右足を離せばだって動きが始まります。要するに足を離すことによってバランスが崩れる。でバランスが崩れたのを反射的に支えようとして足が出て、そこでバランスを取る。そういう安定した状態で、安定した状態でよいしょ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 と進むのではなくて、あえて不安定な状態を作ることによってバランスを作り出す、軸を作り出すっていう感じですね。これはアンバランスの中のバランスっていう言い方をしますけども、それを利用していきます。例えば今肩張ってます。ではちょっと右側にちょっと移動というかですね、重心を軸を乗っけていきたいと思います。例えば今やったように右足を離します。そうすると倒れます。それを右足が拾う、拾った時に足の力で支えないで力リラックスした状態で受けます。そうすると胸椎後部を中心にふにゃ、はい、離すとふにゃ、はい、ふにゃ、そうするとここの背中のバネが効くので、これで体幹のバネが効くので、ここからポン外す、はい、外したらポン外すとポン外すとポン、こんな感じですね。逆もやると今度は左足を離すとポンポンポン、こんな感じ。この場合ですね、これを使います。これは前提としてはしっかりこの最初に説明した姿勢が取れていることが前提。例えば動いているうちにこう背中が丸くなったりしないっていうのが大事。それを例えば今片方ずつやりました。今度はゆっくり、今度は左右交互にやります。では離した、弾む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 、ポンポン、ここを使ってポン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 、でこれを大きくしてポンポンポン、さらに大きくする。でこの動作であとは体を前の方に倒していくと、走るとか歩くという感じの動作に、前に進むっていう動作になります。いかがでしょうか。こんな感じで体幹部のシナリオを利用する。これ力んでいるとなかなかそれができない。力を抜けた状態で立っている状態、そこからの力で動くのではなくて、不安定させることによって体のシナリオを引き出すっていう使い方、これが重要なポイントになってきます。体幹部を固めて移動した、あるいは足の力を使って踏ん張る、体幹部を固めて踏ん張ると
確かに受けられるかもしれないですけど、体幹部の出力を引き出せないんです。となると足の力に頼るしかなくなります。そう、やっぱり対人競技とかでもだと、これだと相手が動きによっていろんな動きされた時にどうしても対応力が効かないんです。動かないんです。っていう欠点。あとは蹴らない。例えばこれ動いて足を外してパッていった時によりもじゃなくて蹴る。蹴って動く。蹴って動くってことは足が後ろに流れるんで次の動作が引き付けが入るのでどうしても次の動作が遅くなる。それと動きが大きくなるので相手に読まれやすい、はい、っていうふうにそういう力を入れたり自分から出力して動くのではなくてリラックスした状態で重力がかかっているのでそれを利用して足を離してあげれば勝手に動く。そうするとしなり体幹リラックスしている体幹部リラックスしてますからそれをガーンと衝撃を受けた時に体幹部がしなることによってそこで出力が生まれる。そうすると力みなく自分の体が自然に動かすことができます。はい、いかがでしたでしょうか。このように、重力を受けることによって軸が生まれます。で軸がその生まれることによって力が生まれ出力されるということになります。その重力を利用して軸を作り出すには肩甲骨と胸椎骨と骨盤の連動性が大事になってきます。でその連動性を生み出すには各関節の有効な可動域いわゆる柔軟性ですね、これが必要になってくるということになります。ぜひですね、ちょっとこう試しに今回の動きやってみてください。はい、次回はその応用ですね、をちょっとやっていきたいなと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。